ザンゲちゃん、サムネ当てクイズよっ、大盛り上がりはい、ということで大人気企画、懺悔のサムネを見てタイトルを当てろというコーナーでございます。ひらきさん、イエーイ、大人気ですよねこれね。いやー、なんかぶっちゃけ、懺悔ちゃんの動画あんま見てないから俺マジでわからんわ。ひどい、なんで俺も確かにサムネしか見ないでエロ釣りされて釣られてるけど、タイトル読まんもんな。うん、あ、そっか、タイトルって意外と読まないもんなのかもしれない。でもまあね、長年の付き合いで懺悔がどんなタイトルをつけるかというのは多分なんとなく予想つくと思うんですよ俺らなら。そういうことね。おお、そうかな、心配やな、はい、俺マジ心配ややっていきましょう。お願いします。レッゴー、よっしゃ。はい、じゃあ正解に近かった方が1ポイントっていうルールで何問か答えていきましょうかね。はい、よし、では第1問いきます。はい、はい、こちら、ででん。いやマジわかんねえこれのタイトル当てんのいや簡単でしょ。無理ゲー、無理ゲーだわマジで。めっちゃムラムラしてんだよ、だってこれめっちゃムラムラしてたらタイトルめっちゃムラムラしてますでしょこれそう、普通はね、復唱したくなるけど、おい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 、これどっち、第一問だからジャブ代わりにそういう簡単なやつなのか、1本目から土地狂ってんのか、これどっちなんだいやこれ最近すぎるから、私簡単かなと思って、ちょっとなんかなんならすぐ当てられると思って出したんですけど、あれ私のチャンネル見てない、もしかして。うんうんじゃねえんだよいや俺はサムネもタイトルも見ないで見てるから、あ、懺悔の通知だ、見なきゃありがとうガチファン。だからサムネとタイトルは覚えてねえんだよな。いやこれムラムラしてるって言ったらもうね、俺は回答抜いてもいいよ。ああ、なるほど。ヒイラギ先生は海景海だよね。だから海に来たら開放的な気分になっちゃったとかかな。ありそう。でもね、多分それタイアップのタイトルの付け方な。あー、なるほどね。メーカーから怒られるからね、攻めれない時の懺悔のタイトルっぽい、いやでもこれタイアップかもしれないから、もしかしたら。いやそうだよね、まあ、ここまでおっぱい出してるんだよ。女の子が胸出すってことはタイアップだもんな。うん、そういうことだよな。子作りしちゃおうか絶対わかんない。今日ゼロだわ。今日意味わかんないの来た。ムラムラしてんだもんだってそうそうか、ね、あ、意外とこれ平木さん直球の方が当たる可能性ありますよ。あ、そうかもしれない。そうか、このノリなんだったら。え、これ、いやいや、どっちが近い？どっちも遠い。どっち、あ、両方0点。厳しいっすね。これはちょっとね、かすってもないな、ちょっと2人とも。あ、むずい、めっちゃむずいわマジで。見てくださいよ。いや、ちょっとおぱしさんのクソリップクイズの日にならねえぐらいの超高難易度クイズだぞこれ。じゃあもうちょっと難易度落としてあげましょうか。ああ、マジ助かる助かる、難易度落とします。なんで上から見せないで落としてあげましょうかなんだよそれ。落としてあげましょうかね。あ、ありがとうございます、感謝。第2問、ベベンなんか見たな、テレビでいっぱいこれこれ当たるよ。いやこれね、これはもう、このサムネで動画上げたの。はい、強いよ。上に立っていただき女子リーちゃんだけど、懺悔ちゃんじゃないじゃん、もうせめてそこコラージュで変えてよちゃんと。はいはい、つまりこれはタイトルでいただき女子懺悔ちゃんですよ。ああ、変えてないから、そんな回答権さ、あ、いい、全然いい全然いい全然いい、絶対そうだから。私も2500万円欲しい。ああ、なるほどね、がめついキャラだからね。はい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 、私のこと好きじゃないのかもしれない。マジ答え、はい、こちら、速報すべてバレました当たるわけねえだろ。意外と直球だよ、やっぱ俺らがひねりすぎなんだよ。あ、そっかそっか。そのサムネにどういう意図があるかをまんま多分直球なんだよ俺たちのことは。違う付け方だね。なるほどね。いや、今のは絶対柊木先生1ポイントかな。あ、なるほど。え、まあ、柊木なんつった？いただき女子懺悔ちゃん。え、それで1ポイントなの？すべてがバレましたと、してる近い子？は？ジャッジ懺悔ですけど。マジかよ。怖。おいおい、ジャッジ行かれてんのきちいな。私がラインズマンですが、何か。あざっす。あざっす。やべやべ。ひらぎ1ポイント。やったー。ちご対するとレッドカードもらう。そうっすよ。
はい、おっぱしさん、イエローカード今のは。うわやべえ。もう一枚出たら退場してもらえますからね。退場ここからコラボ動画で退場は聞いたことないよマジで。じゃあ、はい、そんなおっぱしさんに救済の一問、おこちら。サービス問題来た。サービス問題あげますよ。これおっぱしさんなら覚えてるでしょ。うわーうーわ、これちなみにおっぱしさんのビヨンドジムで撮ってきた動画ですからね。俺の記憶が正しければ俺これ絶対見てるんだよ。はい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 、ね、見てくれましたよね。見てるし、大人の人たちにも一応これ事前チェック入ってるから。あーなるほど。それでもその後に私サムネとタイトル変えたんだよ。変えたよ。変えたのマジかよ。変えたちょっと釣れねえなと思って。ザンゲちゃんの本気の喘ぎ声出ちゃいましたみたいな感じだった気がする。あーなるほど。ここまでの流れからいくとすっごい気持ちいいだね。あー確かに流れからするとそうだね、うんうん、なるほど。正解こちら。そんなことされたら本気の声出るよ。これはおぱしさんワンポイント。なるほどね。本気の喘ぎ声出ちゃうみたいなのほぼあってたよね。あってました、あってました。これはおぱしさんっすわ。あぶね、サービス問題助かる。サービス問題でした。これはずるいな、なんかな。これはちょっとこれセンスが光りましたね、ここね。事前チェック入っとったのずるいな、これな。えでも事前チェックと違う。あ違うタイトルに完全に変わってるのこれ。でもね、ちゃんとした大人に見せるときはおぱしさんのお店で筋トレしてみたみたいな、多分ね、まとまったタイトルで提出して後からスッって変えるから。最悪マジで。無許可。無許可でこれ出されてますこちらの動画。最悪だなマジで。いやでもこれのおかげでね、後伸びしました。ああ後伸びしたんだ。ではこちら。でディン。むずいわ。わかんねえ。これだいぶ難しい。わかんねえ。いやなんかこれでなんかおしっこ我慢してますとか言われたら引っ張られるよね。でも残念の場合ありうるんだよな。そうありうるんだよな、ね、この顔でおしっこ我慢してますがありえちゃうチャンネルなんだよな。俺当ててほしいね。この悲壮感のある顔から伝わるものありますよね。これ悲壮感っていうか決まってるだけやろこれ。決まってねえよ。いや決まってる時はさすがに多分ね化粧してないからもっとブスなんですよ、はい、あそう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 、なるほど、ね、これ可愛いってことはこれ決まってないんですよ。決まってないんだ。可愛い懺悔ちゃんは決まってない。これ悲壮感あるよだいぶ。俺ねサムネとタイトルの懺悔の癖からして、はい、もう限界ですみたいな。ああなるほどなるほど。ちなみに俺は動画を休んでいた件について。あーうわー確かにありそう。なんかこうクソ真面目な写真じゃなくて、なんかいつ撮ったんだよこの自撮りみたいなので、なんかやもうサムネ作るのすらはばかられて、なんか生放送とかそういう時の映像とかを適当に切り抜いて休んでた件についてみたいな感じで上げるみたいな、たまにやるやつイメージあるわ。ああめたいっすね、ひろゆき先生。ああ正解こちら。借金うん百万。なるほどなるほど。え悲壮感あるでしょこれ。あるね。借金抱えてる人の顔でしょ。いやこれはわからん。これはわからん。わからんか。見てくれてる前提で出してる私が悪いかなこれ。いいよいいよ、これぐらい狂ってないと思んないから、やっぱそうよね、うん、これはおぱしさんワンポイント。いやーやべえ、ガバガバ採点助かる。いや、まあ、もう借金うん百万ってもう限界来てるからねこれね。確かに、うん、もう限界ですで、あながち間違いでない。おなるほどね。おぱしさん2ポイント。やばいな、負けるなこのままじゃ。次の問題こちら。てれん。なにこれ。なにこれ。これはね、これはちょっとこう大人っぽいよねこのザンゲちゃん。大人っぽい。あヒントなんだそれ。ヒント出します。大人っぽいよねやっぱりこの懺悔。その誘導から推理するに大人のお姉さんが好きなんでしょみたいな。あなるほどなるほど。なるほどね。おぱしさんは大人のお姉さんが好きなんでしょうで、うん、FA FA OK。 うん、それ系で被りたくないから、じゃあ子供は見ちゃダメにするわ。ああやるんだよ。今のあーっていう反応はありそうだねのあーっすよ今。嘘でしょ。あーありそうだねって。やる時もあるよねそれ。この懺悔かわいいっすね。これかわいいっしょ。この懺悔かわいい。この時期なんか美女いいっすよね。正解こちら。乳臭いお子ちゃまよりも私にしとこ。いやなんかセリフ超多いなやっぱな。あそうかも。
確かにセリフ超多いな。これおっぱしさワンポイントやべえ負けた。スリーポイント分かってないな懺悔のことが。やダメだ。いいな井先生ってそういうとこだよね。どういうとこ。そういうやっぱ私とこんなにコラボしてるのに私の動画1ミリも見てないっていうのちょっとどうかと思うよ。あ私はちなみに平木先生の配信とか見ますけどね。あそうなんだ。俺も全部見てるよ。おお俺全然見てないよ。この人ひどいね。大抵だね。大抵だね。やめよっか。やめよ。次の問題こちらベベーン。めっちゃ出た出た一番ブスなやつ。これちなみにおぱしさんって言われたやつ。初見おぱしさんかと思ったっていうやつ。黒マスク2ブロックみたいな感じだから。そう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 。わかんねえよこんなの。いや、 ないやこれ見てこれ、うん、もうコンディション悪すぎでしょこんな、うんうんうん、こんなんで動画上げる日なんてどういうことだかわかるでしょ。あーなるほど、すっごいコンディション悪い。あちなみにこれ実写動画ですからね。あ実写動画ね。メンヘラ女の日常かっこルーティーンみたいな。あなるほど。いやでもルーティーンだったらもっとかっこつけるわ。さすがにルーティーンでこれはない。はい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 、はい、喜んでる。実写ですよ。 この顔で実写撮るんだよ。あー分かった。え分かった何これはね。懺悔ちゃんのメイク動画みたいな感じや。あーなるほど。えなんでなんで撃ったの。なんで撃ったの。バトルはなんかイエローカード出しますけど。マジかよマジかよ。やばい撃ってくる撃ってくる。イエロー出すぞ。こんなことやってると怖。今日は私が全て握ってるから、おっぱさんは？メンヘラ女のリアルみたいな。はい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 。これがメンヘラのリアルですみたいな。なるほどね。正解。はい。こちら風邪ひいた。ふざけるなマジで。いい加減にしろよお前マジで。いや風邪ひいてるだろこの顔。いやこの感じですっぴんってことはこれからメイクするよっていう。懺悔ちゃんはねあのこのメイクのやり方とかじゃなくてすっぴんの状態からどう変わるんだろうねみたいな、はい、変なユーモアを持って動画上げたりするから絶対それやと思ったのに風邪ひいたじゃねえんだよお前マジで。そこまで分かってんのにな逆にな。ふざけんなよマジで。ではこれ当てられたら懺悔マニア。こちらおうわこれいつもの葉っぱ吸ってる時の懺悔じゃん。葉っぱじゃないっすねこれね。全然タバコですね。これ当てられたらもうこれ当てられたら5ポイントあげます。えってことは多分相当もう連想すらできないレベルで土地狂ってますよこれは。ああそうかも。そうですよこれ当てられたら5ポイント。タバコうめえとかだったら多分絶対そうは言わないんで、うん、本当に意味わかんないこと書いてるはずですよ。これ当てられたらすごい。まず動画の内容もわかんねえからなこれサムネからな。確かに。ちなみにはこれを見て得られる着想点としては、はい、まあ、怠惰な生活そして闇とかその辺ですかね。闇ってのは病ですか暗闇ですか。あ両方です。おー深っ。やっぱ意味持たしてるんで自分サムネに打ったらイエローカードね。バトロワなのに。バトロワなのに打ったらイエローカード。もう着想点闇。着想点は闇ですよこれは。闇だけ。まああとはまあ懺悔が病んでる時大体なんて言ってるって感じかな。あじゃあ多分、はい、ちょっとポエム寄りで、うんはいはいはい、なんか人生って辛いよねみたいなそっち系。ああなるほど。平木先生は病んだ時に何て言ってるか。確かにポエムしか書かない。確かに何かいつも何か歌の歌詞とかさポエムとかばっかツイートしてるよな。歌の歌詞はさあれはさ、うん、界隈の流行りだから許してよ。あ界隈なんてあるの。流行りなんですよ自撮りに歌の歌詞載せんの。あそうなんだ知らなかった。おじさんたちめほらおじさん早くザーク歌の歌詞か。まあじゃあ初めてのキスはタバコのフレーバーがしたかな。古いんだよな。違う歌の力だった。じゃあキスをするたびに目を閉じるのは明日を見たくないからの方がいい。いや古いんだよな両方学生の頃ね。タバコ歌いましたね。
じゃあでもマジでわからん、本当に病んだ時に言うようなことでしょ。で本当に2人がやん、わかんないかな。俺がやんだら、マジ無理なんだけどだね。あー逆に、うん、マジ無理なんだけどにしよう。そうしよう。正解、はい、こちら。また毎日 OD してミスしたらみんな私のこと見てくれるの。あーそっかそっか、くそー言ってたな。言うでしょこれ。言ってたな。うわこれは分かった問題だ、くそこれ頑張ったら分かったでしょ。うわいやいや、クイズっていう場になってしまうとつい固まってしまって通常の思考ができなくなってしまいますねこれは。はい、いやこれおぱしさんにワンポイント、ワンポイント、そうよね、5ポイントってほどではないね、うんうん、ワンポイントかな。くそ勝てない。じゃあもうサービスラスト問題出してあげましょう。おパスカル、サービスラスト問題、もうこれ当てた人優勝よ。サービス問題なのに優勝なんだ。プレゼントドドン。おい編集はモザイク入れてくれ。俺のチャンネルだとモザイクかけといて。分かった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 、当ててくれお願いだ。大丈夫、おっぱい揉む。ほうこれでいこう。あー、ありそうありそう、揉みたいみたいなのもありそう。うおー1億ポイントひりつくぜ。ひりついてんのお前だけだよ多分。いやーでも確かに揉みたいとかいかがですかとかそっち路線な気がするけどな。なるほどね。いやネットで流行った言語とか使いたがるんですよこいつ。だから大丈夫、おっぱい揉むです、絶対そう 100% そう。間違いない、言い切ったこの人。じゃあでかすぎ、かっこ白人で。タイトル変更しようかなこれ今から。でかすぎ、かっこ悪い。ちょっとおもろいねそれ。うわ正解こちら、削除覚悟過激です。くそ普通じゃねえかこういう時め。なんでだよ。いやこれはね、おぱしさんユーモアポイント100ポイント。やった、勝った。でかすぎ、かっこ悪心に負けた。くそおぱしさん優勝、イエーイ。おかしいだろう。いやユーモアポイントでけー。今までデリューだのなんだの言ってたくせに最後に削除覚悟ですなんかおぱしさんにつけてもらったんじゃないのかそのタイトル。ありそう。ちなみに大丈夫、おっぱい揉むはおぱしさんから揉むに変更しろって言われてした過去があります。あ、そうなんだ。しかもやられてるし。審判倒されてる。ジャジマン死にました。え、やば、危ない。さあ、おぱしさん、ゲーム内でも優勝していくのか。シャー、陰キャ戦法で毒ガスで死にました。マジでムカついてたんで毒殺しましたわ。もうおつした、うっす。